ヤーマン、こんにちは。プランツマンです。僕たちはおばあちゃんから受け継いだ畑をもう一度野菜でいっぱいだったあの頃に戻したく奮闘していく畑2年目の初心者 YouTuber です。今日はトウモロコシとキュウリの収穫をしていきたいと思います。このトウモロコシは種から育ててこんなに大きくなりました。ほんでいろいろ対策したんすけど虫被害にもあっちゃいました。あとトンネル支柱でキュウリ栽培をしてみたい方や僕たちのような家庭菜園初心者にも分かりやすく Vlog をアップしていくのでぜひ最後まで楽しく見ていってください。はい、では早速トウモロコシが収穫時期来たのでみんなで収穫してみよう。あー、さあみんな選んで好きなの。お兄ちゃんからやる。お兄ちゃんだね。おー、そのでかいの行く。まあ行ってみよう。どうやるの？やり方はね、こうかき分けてこれをポキッと根元で、こう、うん、いいよ。下に向けて行くよ。うん、お、おお、お、取れた。でかい。見せて、見せて。イエーイ。すごい。フランツマンのトウモロコシ収穫。はい、僕はそれやって。はい、ボキッと。下に向けて。お、上手。お、上手上手。引っ張って。おお。見せて。見せて。フランツマン、これ行こっかな。ちょっと鳥に。最初やられたやつな、行きまーす。ポリーン、イエーイ。で、乗せてるよ。おお、ね、これ乗せてる。ハサミ使わんでも全然いけるの、ね、見て、ほら見てって、乗せてる。取れましたって。取れました。はい、ありがとう。で、このあの鳥にやられてから糸張ったやつ、これめっちゃ効果大。これ張ってからもう一回も被害に遭わんかったな。これマジでおすすめ。手軽にできる鳥対策。動画も上げてるんでそっちもやり方とかチェックしてみてください。で、これ見て、ちょっとわけのわからん現象なんか、このほら、おばなのところにトウモロコシができちゃってる。こういう謎現象もありつつ食べれるのかな。これもいいんじゃない。あ、これじゃあ僕取る。あ、お兄ちゃんこれ取って。おー、でかっ。おっきい。これで実が詰まったら、うん、なんかボコボコしてる、うん、皮やで。こんなもんですか。こんなもんかな、今収穫できそうだろう。結構取れたんじゃない。何本ぐらい。はい、今日の成果1、8、9。おー、9本取れた。ありがとう。イエーイ。もう一回取ろう。次キュウリ。キュウリ、そうで、取れちゃった。キュウリの収穫もしたいと思います。じゃあみんな収穫しよう。どれにする。どれがいい。これ、大きく。あ、ちょっと待って。ハサミ、これハサミで直近しようか、うん、で、ここチョキンってする。ハサミでどうすればいい、うん、はい、すごい。まず1本ハサミ。キュウリ、これチョキちょうだい。おお、ちょうだい。ハサミちょうだい。え、ちょうだい。今日の成果はトウモロコシが9本、そしてキュウリが8本、収穫できました。ありがとう。大地の恵み。さあ、じゃあトウモロコシ収穫したやつ皮を剥いて中見ていきたいと思います。ちょっと暑すぎるんで日陰に逃げてきました。
皆さん熱中症には十分注意して作業してください。じゃあ早速トウモロコシの皮を剥いていこう。うん、うん、さあどうなってるかな。実ちゃんと詰まってるかな。トウモロコシは受粉させてから20日から25日ぐらいが収穫に適した日にちとなってます。で、人工受粉させてひげが茶色くなって中身は果たして、どう？うわ！うわ！おお！おお、立派！全部剥いて、全部剥いて。見せて、見せて。すごい。おお。バナナみたい。すごいじゃん。できた。2年目の。2年目の。トウモロコシ。すごい綺麗な粒やな。すげえ。お、僕のも色が綺麗な。見て。すごい。いやー。もう一回剥いていくよ。剥いてけ剥いてけ、どんどん剥いて。これどうすればいい？ダンボールの上。あ、ここ置いとこさ。順番、一個ずつ。すげー。あ、それ、あ、やっぱこれ、ちょっと見て、鳥さんに最初やられたやつ。ああ、これやっぱちょっと心配してたけど、やっぱちょっとダメっぽいな、これは。食べられてる。あ、そっちも？うん、虫かな、そっち。あ、こっちも虫かも。あ、これは、あ、見て、泡のメイガーいた。これ泡のメイガーやろ、ほらほらほら。見て見て見て、ほら、こいつこいつこいつ。で、さっきもいたよ、これ。ああ、食い散らかしてるね、しっかり。いや、それもやられてるかもしれんな。すっごい。パパ剥いて、これ食べれるの何本あるんやろ。うわー、出てきた。うわうわ、やっぱやられてた。こんなもうやられてるんやわ。去年いなかったけどね。去年いなかったのにな。今日は暖かいからかな。害虫対策が遅かったんかな。お花を切ることによってなんと害虫対策にもなります。トウモロコシの害虫天敵はですね、泡のメイガです。で、泡のメイガはどうやって寄ってくるかというと、このお花に誘われて泡のメイガがやってきます。そして泡のメイガはですね、こう茎の中にどんどん進んでって食い散らかして、最終的にこの実のところまで食害していきます。そうすると大事に大事に育てていたトウモロコシが台無しになってしまいます。厄介やな。たった2本だけやったんですけど、僕なりにいろいろ工夫してやっとトウモロコシ取れたんですよね。プランツマンチャンネル。じゃあみんなで収穫したトウモロコシとキュウリを食べてみよう。挟まった、また今年も去年も収穫したトウモロコシ途中で食って挟まった。いいですね。食べていい？あ、いいよ。いただきます。プランツマンが育てたハニーバンタンやで。カシャ。いただきます。ポロポロ取れた。わ、あ、うまい。うまい。うん、粒がしっかりしてて美味しいわ。
本当。うん。なんか生えてる。プリプリじゃない。なんか甘みはある。うん。弾力。おいしい。僕はどう？いや去年は日本しか育ててへんくて受粉がうまくいかんくて歯抜けだらけやってんけど、今年はのできてるって思って、今年受粉させてできてると思ってこう皮むいてったら歯抜けではおのメイクいった、うん、どんなやつ、え、なんか芋虫みたいな今ねえねえによってよかったわ、うん、これは綺麗なやつだったの。もう他、今日9本収穫して大丈夫やったのこの2本だけ。で今年も大不作、不作の年になってんてんって本当もう泡の銘がの被害が抑えれるように梅雨明け前に収穫したいで4月の中ぐらいに種まいて、でその泡の銘がの害虫被害を抑えるために UFO 切ってで対策してたんやけどしっかりやられた。初めての泡の銘が被害で、友達の農家さんとかに聞いたらやっぱその害虫対策はもうやっぱ絶対農薬っていうんやっての、農薬使ってその虫の防虫をせなあかんって言われてんけど、はい、なるべくそういったものを使わずに俺は栽培したいんやっつってやった結果これやって結局、うん、トウモロコシとかやっぱ難しいんかなと思うけど、甘いのにやっぱ虫もいくかな、うん、その辺をちょっとこの動画をもし見てくれたプロの農家さんとかあと家庭菜園の方とかなんかこういいアドバイスあったらぜひ教えてほしいです。でなるべくそういった農薬とかを使わずになんかやるアイデアとか工夫とかなんかそういったことを教えてほしいなと思って。次キュウリ食べる？トウモロコシは残念な結果やったんやけど、キュウリはもう超順調、もう取れまくり。で、これはちょっと唐辛子混ぜて少しだけピリ辛にしてあるんやけど、子供らも食べれるぐらいの感じ。はい、じゃあ続いてトウモロコシは不作やったけど、キュウリは初めての栽培にしてはかなりうまくいったと思うよ。豊作やね。豊作、まだ現在進行形でまだそう成長してるし。いただきます。いただきます。うん、シャキシャキしておいしい。おいしい。ヤミー。初めて育てたキュウリは黒サンゴってやつを育ててみました。で、黒サンゴの特徴はキュウリがかかりやすいベト病とかうどんこ病に強い品種ってことで黒サンゴを育ててみたんやけど、今のでもそんな目立ったうどんこ病とかはないで、やっぱ強いんかなと思う。自分たちで育てた野菜をみんなで囲んで食べるっていうのはやっぱり最高っすよね。子供たちも畑で遊んで走り回ってたくさん手伝ってくれました。
庭菜園って一番贅沢な土遊びじゃないって思います。そして鳥被害に泡の名画と、今年も初心者らしい感じやったっすけど、これも経験です。トウモロコシを食べながらドラムに合わせてダンスするこいつがほんの一瞬だけ子肉く見えてきました。あ、そうそう、トンネル栽培のスイカとですね、なんもしてないほったらかしのオクラもまた近々アップするのでお楽しみに。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、あとコメントや高評価の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。